おはようございます。ただいまから市長定例記者会見を始めさせていただきます。それでは市長よろしくお願いいたします。おはようございます。早いもので今年もあと一月を残すばかりとなりました。竹明かりで夜の温泉街を優しく照らすあわら桃源郷については昨年に引き続きろうそくの代わりに LED ライトを使用して感染症対策を講じながら12月18日土曜日から約1ヶ月間開催することが決まったと聞いております。今回の会場はこれまでのあわら温泉湯の町広場に加え金津本陣にぎわい広場にも新たに設置されます。年末年始は防寒対策をしてぜひ竹明かりの幻想的な空間をお楽しみいただければと思います。さて新型コロナウイルス感染症につきましては10月14日の期限をもって福井県感染拡大警報が解除されそれ以降感染者の発生状況はゼロの日が続き落ち着いています。年末年始は会食の機会が増えるなど感染リスクが高まります。防新年会など大人数の会食宴会ではマスク会食を徹底するなど市民の皆様には第6波に備えて引き続き感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。JR あわら温泉駅周辺整備につきましては来週12月4日土曜日に仮称西口にぎわい施設建設工事の安全祈願祭および並びに起工式を執り行い、いよいよ建設工事がスタートします。またこのにぎわい施設の愛称募集を9月1日から11月10日の期間に全国公募したところ3525点の応募がありこのうち市内からは約1500点もの応募をいただきました。今後年内にも愛称を決定し来年早々には市内広報やホームページで発表する予定です。このように北陸新幹線あわら温泉開業に向けて着々と準備を進める中町を盛り上げようとする市民活動も徐々に活発化してきており機運の高まりを感じております。令和6年3月の開業まで残すところ2年と3ヶ月余りとなりましたが気を緩めることなく一つ一つの事業を着実に進めてまいりたいと考えております。それでは11月30日から12月22日まで会期23日間の予定で第110回あわら市議会定例会が開催されますので提出を予定している議案について説明をさせていただきます。今回の提出議案は令和3年度補正予算に関するもの5議案条例の制定に関するもの9議案公の施設の指定管理者の指定に関するもの2議案の合わせて16議案を予定しております。はじめに補正予算の概要について申し上げます。今回は一般会計など4つの会計とあわら温泉上水道財産区水道事業会計の予算を補正するものです。一般会計補正予算について申し上げます。議案第57号一般会計補正予算第8号は1億3738万6000円を増額し補正後の予算の総額を165億6117万5000円とするものです。主な内容としては令和3年人事院勧告に準じた期末手当の支給月額の引き下げなどに伴う職員等の人件費1912万6000円を減額計上するほかふるさと納税返礼品に要する経費2930万円障害児施設給付費3400万円生活保護費7000万円企業立地助成金等2802万円を計上しています。一方歳入については
国や県支出金の計上を行っているほか、地方交付税や財政調整基金繰入金など一般財源についても補正を行っています。次に改正を行う条例のうち主なものについて申し上げます。まず議案第62号、63号、64号についてはいずれも令和3年人事院勧告に準じて市長、副市長、教育長及び一般職員の期末手当について所要の改正を行うものです。また議案第69号のあばら温泉駅交通広場条例については現在整備中であるあばら温泉駅西口のあばら温泉駅交通広場について設置、位置、使用料等の基本的な事項について規定する条例を制定するものです。同じく議案第70号のあばら湯の町駅交通広場条例についてはあばら温泉駅交通広場条例の制定に合わせてあばら湯の町駅交通広場について設置、位置、使用料等の基本的な事項について規定する条例を制定するものです。次に公の施設の指定管理者の指定に関するものについて申し上げます。議案第71号のあばら温泉湯の町広場については引き続き一般社団法人あばら市観光協会を管理者として指定するものです。期間は令和4年度から8年度までの5年間といたします。また議案第72号の金津創作の森につきましても引き続き公益財団法人金津創作の森財団を指定し期間は同じく令和8年度までの5年間といたします。以上が今回の提出議案の主な内容です。次にあばら市の今年の重大ニュースを取りまとめましたのでご報告いたします。お手元の配布資料をご覧ください。第1位は進むあばら温泉駅周辺整備です。令和6年春の北陸新幹線開業に向けた駅周辺整備が進む中、5月には西口立体駐車場が完成するなど一つの施設がその姿を現し始めました。6月には西口でビジネスホテルの建設が着工され、今後は市のランドマークとなる西口にぎわい施設の建設工事も始まります。また北陸新幹線あばら温泉駅舎も姿を現し、いよいよ駅周辺の全貌が見えてきました。第2位は第2次あばら市総合振興計画後期基本計画の策定です。第2次あばら市総合振興計画前期基本計画の計画期間が令和2年度をもって満了することから、令和3年度を初年度とする5年間の後期基本計画を策定いたしました。後期基本計画の策定は10年後20年後を見据え、誰もが夢や希望を持ち元気に笑顔で暮らす活力あふれる町へをテーマと位置づけるとともに、活力人口10万人を基本目標としております。第3位はあばら市議会議員選挙執行です。任期満了に伴うあばら市議会議員選挙の投開票が行われました。令和元年の6月定例議会においてあばら市議員議会議員の定数を定める条例が改正され、議員定数削減後初の一般選挙です。定数18人から2人を削減し、現職11人、新人5人の16人が当選いたしました。第4位は DX の推進、スマートシティに向けてです。市の DX、デジタルトランスフォーメーションに向けた取り組みの強化や DX に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、私を本部長とするあばら市 DX 推進本部を5月1日付で設置するとともに、同日付で政策広報課内に DX 推進室を設置しました。また6月にはあばら市 DX 推進基本計画を策定しました。この基本計画では
生活、産業、教育、行政の4つの分野で取り組みを進めることとしています。今後はこの計画に基づき DX を積極的に推進し、先端技術を活用することで地域課題を解決するとともに新たな価値創造につなげ、市民が安心しワクワクしながら生活できる利便性の高い住みやすい街づくりを目指します。第5位は新型コロナウイルスワクチン接種進むです。市では公民間での集団接種を基本に、医療機関による個別接種と合わせてワクチン接種を進めてきました。5月19日から開始した集団接種は10月10日をもって終了し、以降は個別接種で対応しています。11月14日現在の2回目ワクチン接種率は 87.7% となっています。6位以下についてはお手元の資料をご覧ください。以上が2021年のあわら市の重大ニュースですが、今年も北陸新幹線あわら温泉開業に向けた話題が注目された1年となりました。来年も市民の皆さんにとって明るい話題を提供できる1年となるよう努めてまいりますので、ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。続きまして新型コロナウイルスワクチン接種について申し上げます。まず11月14日日曜日現在の接種者数および接種率について申し上げます。65歳以上の高齢者の接種状況は、対象者9718人のうち1回接種の人は9094人で
93.6%、2回目を終えた人は9041人で 93.0% となっています。次に20歳から64歳までの接種状況は、対象者13,886人のうち1回接種の人が12,070人で 86.9%、 2回接種の人は11,813人で 85.1% となっています。また12歳から19歳までの対象者1711人のうち1回接種の人が1462人で 82.8%、 2回接種の人は1349人で 78.8% となっています。市全体では対象者25,315人のうち1回接種の人が22,580人で 89.2%、 2回接種を終えた人が22,204人で 87.7% となっています。ただいま申し上げましたように、本市では 87.7% の人に2回の接種を受けていただいており、接種を希望する方についてはおおむね終了したものと考えています。次に3回目の追加接種について申し上げます。追加接種につきましては、2回目接種完了からおおむね8ヶ月以上経過した18歳以上の方に対して12月1日から接種が開始されることとなりました。本市では先行して接種が行われた医療従事者から接種を開始し、令和4年1月からは施設入所者およびその従事者、2月からは高齢者の順に接種を行うこととしています。予約方法などの詳細につきましては、事前に送付する接種券に同封するお知らせのほか、市の広報誌およびホームページでお知らせいたします。新型コロナワクチンは感染症の発生を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は 100% ではありません。市民の皆様には今後とも3密の回避やマスク着用、手指の消毒など感染予防対策を継続していただくようお願い申し上げます。次に12月議会に提出を予定しています農業経営収入保険補助事業について申し上げます。この事業は当年度中に発生する令和4年分の収入保険の加入者負担保険料の一部を助成するものです。長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、業務用の農産物の需要が大きく落ち込み、米の概算金の大幅な減額などから多くの市内農業者の収入減少が見込まれます。収入保険とは品目に関係なく、農業者ごとに保険機関の農産物の販売収入が基準収入の9割を下回ったときに、下回った額の9割を上限に補填する制度で、農業者の経営努力では避けられない収入減少が補償対象となっています。制度の詳細につきましては12月議会の中で議論されることになりますが、現時点では令和4年分の収入保険加入者が負担する保険料の掛け捨て部分の6分の1の補助を農災福井を通じて市内農業者に行うことを想定しており、福井県の補助と合わせますと2分の1の負担で収入保険に加入することが可能となります。収入保険の申し込み先は農災福井となりますので、加入条件や申し込み期限などの詳細については直接農災福井へお問い合わせいただきたいと思います。市内農業者の皆様は少ない負担で収入減少のリスクに備えることが可能となりますので、事業の活用を積極的にご検討いただきたいと思います。次にセントピアあわら1階の血の湯に新たな整備中の高温サウナについて申し上げます。血の湯のサウナ設置につきましては、かねてより利用者の方から多くの要望を受けておりました。
さらに昨今のサウナブームで幅広い世代の人がサウナを利用する傾向が強まったことから、セントピア・アワラとしても高温サウナの設置を検討しておりました。このような中、今年度観光庁の既存観光拠点の再生高付加価値化推進事業補助金を活用し、今年9月下旬から工事を始め、12月8日水曜日にオープンする運びとなりました。サウナは 6.5 平米の広さで、通常時7人程度が利用でき、またサウナの外には水風呂を新たに設置いたします。このほかサウナの整備に合わせ、2階の飲食スペースや正面階段などに提灯などを装飾し、温泉情緒あふれる雰囲気を演出いたします。またサウナ完成に合わせ、12月11日土曜日、12日日曜日には2階飲食スペースのステージで音楽や民謡、フラダンスなどのイベントが予定されております。さらに喫茶コーナーの食事メニューもリニューアルするなど、さまざまな取り組みを進めており、セントピア・アワラの新たな魅力を満喫していただけるものと思っています。今回のリニューアルオープンにつきましては、本日の配布資料やセントピア・アワラのホームページをご覧ください。報道機関の皆様におかれましては、多くの方に来店いただけるようお取り上げくださいますようお願い申し上げます。次に、あわら観光創造マイスター養成セミナー受講生による企画プレゼンテーションおよび報告会の開催について申し上げます。このあわら観光創造マイスター養成セミナーは令和2年度にスタートした事業ですが、観光商工業、地域づくりなどそれぞれの分野で活躍されている市民8名の皆さんに受講いただいております。このセミナーは地域資源の魅力に磨きをかけ、地域の活性化や誘客拡大、新たなビジネスの開発や人材育成などに取り組む各地域や各分野における核となる人材の養成を目的としています。セミナーの講師には昨年度に引き続き三重県鳥羽市の有限会社オズ、海東郵便クラブの代表取締役の江崎キクさんにお願いし、これまで計5回6日間にわたりセミナーを行ってまいりました。今年度のセミナーでは、あわららしい地域資源の掘り起こしや令和2年度に企画した企画内容の磨き上げと、ツアー受け入れ体制の整備やマネジメントなど実践に向けた取り組みについて学んできました。来週12月1日水曜日にこのセミナーの最終回を迎えますが、市内各界の代表者や商工業者などの各種団体、観光事業者、市議会議員などの皆さんにも参加をいただき、受講生がセミナーを通じて企画した観光商品の開発や造成についてのプレゼンテーションおよび報告会を市役所政庁において午後1時30分から行います。それぞれの受講生があわららしい地域資源を生かしたあわらならではの商品化につながる企画を発表するとのことですので、報道機関の皆様におかれましてはぜひ取材いただきますようお願いいたします。最後に、第4回連女さんカルタ大会の開催について申し上げます。あわら市では平成27年に本願寺八世の郷土の偉人でもある連女の生誕600年を記念して、一般財団法人本願寺文化交流財団と共同で連女にまつわる数々の逸話を読み込んだ連女さんカルタを制作いたしました。読み札を全国から募集するとともに、絵札は里中真知子、永井豪、木村直美、
の3人の漫画家の先生に描いていただいた一品です。蓮如の偉大な功績を後世に伝え、ふるさと愛の醸成や情操を養うことの目的に、このカルタを使った第4回蓮如さんカルタ大会を開催いたします。期日は来年2月6日の日曜日、場所は吉崎御坊蓮如承認記念館です。大会は未就学児童の部、小学校低学部の部の2部門で、団体トーナメント戦で競っていただきます。それぞれ1対1で43枚のカルタを取り合い、取得枚数の多い児童を勝者とします。1チーム3人構成で2人以上勝ったチームが勝ち進みます。大会の趣旨にご賛同いただいた市内外の企業の皆さんから豪華商品も提供していただき、盛り上がること間違いなしです。応募の締め切りを1月21日としておりますが、申し込み多数の場合は先着順となりますので、早めのご応募をお願いいたします。なお、応募用紙は市役所政策広報課、市内各公民館、図書館に備えているほか、市のホームページからもダウンロードできます。蓮如さんカルタは百人一首のように読み札を暗記する必要はありませんので、気軽にご応募ください。また事前に練習しておきたいという皆さんは市役所政策広報課や図書館でこのカルタを販売していますので、お問い合わせください。私から皆様にお伝えするのは以上でございます。これで、定例記者会見を終わらさせていただきます。なお、次回の市長定例記者会見は1月6日木曜日午前10時から予定いたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。